知識は力なり。この格言を残したのはルネサンス期のイギリス人哲学者フランシス・ベーコン。ベーコンはシェイクスピアと同時代を生きた最後のルネサンス世代で、経験的な知恵を大事にする機能法の創始者として知られている。そしてその300年後、もう一人のフランシス・ベーコンがアイルランドに誕生した。現代美術に大きな足跡を残した画家、フランシス・ベーコンである。ルネサンスの哲学者と20世紀を代表する芸術家、二人のフランシス・ベーコンはくしくも血がつながっていた。Les deux Francis Bacon. Vision.